よいしょー、ガチのアップゲームを置いて2試合目です。お願いします。ここから6分のゲーム、キーパー2分交代、動画撮影もしていきます。お願いします。まずはプレッシャーですが、うまく逃げない、いや、よかった、見逃しゲット。いやー、左は流れます、惜しい。さあ、ここから動画撮影もします。お願いします。青チームです。縦へ送る、左サイド残ります。ゲットした青チーム、持ってから青チーム引き取りながらボールをキープで後ろ下げます。持ち替えて、はい、前はうまく取り切りたいか、見逃しゲット、寄ってくるんで左サイド持ち替えて前へ送りたい、うまく引きつけてから前へ、ドリブルは行かせない、ブロックして青ゲット、ナイス、青回収です。預けて右サイド、30秒ほど経過、持ちます。青チーム、間が開かないか、中央を使って下げて、もう一回前からプレッシャーいきます。うまく逃げたいか、これは切れます。足さあ、逃げましょう。見出し、動き出しがありますが近いところにします。持ちます。見出し広げて真ん中戻して中央、ひどったボール右へ展開、ナイボラ、やーブロック、ナイスキーパー、味だボラ、サイドへ切ります。ボール見出し、1本速いボールを狙います。ビブなしです。近いところ戻します。後ろ、あ、いや、ブロック、サイドへ切れます。1分ちょい経過します。6分のゲーム、あー、いだ、ブロック、こぼれを回収、もう1回シュートコースを作りたい、右サイド、あ、いだ、いやー、オッケー、左足寄りのエアーハイタッチ、ありがとうございます。真ん中からいきましょう、いきますよ。1分半経過で、まずは左足振り抜きます。ビブのシーン、青です。左へ振げます。タッチ、あー、いだに預けてから上がらせる、左サイド折り返した、キーパーゲット、キバから右サイド、ビブなしチーム、前が塞がってるんでボールを握って左から左に何とか抜けた、前から狙ってます。うまくタイミングをずらしてから右へ展開、浮き球はちょっと切れます、欲しい、青です。真ん中リスタ、寄ってくるディフェンダー、持ち替えてから左サイド、持ったボール青チーム、あー、いや、取らない、ブロックしてビブなしゲット、左へ広げ、前から来ます、間にします、ブロック、青ゲット、さあ持ち出して青チーム、ドリブルからずらして、いやー、シュート落ちきれない、キーパー変わりましょうか。2分経過、キーパー次の方しましょう、キーパー次の方しましょう、 OK、 残り4分いきましょう。ビブラシーム1点リード、はい、だ、左ブロックして青ゲット、持ち出して青チーム、シュー、いや、だいぶナイブロック、ゴーブレゲット、ビブラシーム持って、ビブラシーです、持ちます、はい、だ、赤な引きつけながら動き出しがあります、ガー塞がってるんで、もう一回持ち直して、ちょっと右がずれました、青ゲット持ち出します、ディエンダーが寄ってくる、うまく左に抜ける、ホーム動き出しがあります、これ持ってってシュート、 OK、 ナイスゴール、しっかりとランニング上がっていきます。エアハイタッチありがとうございます。真ん中から行きましょう。ビブなしから再開。行きますよ。さあ、3分弱経過したところで、青チームが浮き球、天井はプレーオンしますよ。天井はプレーオンします。天井はプレーオンでいきます。当たってボール青でいきます。青ボールでいきましょう。3分経過、残り3分。青です。間、入ります。タッチ、サボル左から、縦を使う、左入って、フォアも持ってきたいか、いやー、これブロック、ボール球押し込みたいか、ビューシーゲット。さあ、ビューシーです。前塞がれてるから、うまく当ててサイドへ切ります。すぐリスタ、右振りました。フォア広がり、動き出し。持ち替えたボールはすぐディフェンダーが寄ってきます。筒やボールは体でボールをゲット、ラインで残ってます。大丈夫。ビューシーゲット、回収。大丈夫。残ってる。下げて後ろ。持ちます、ビューシー。振って右サイド。相手顔出す。持ち替えてから、ビューシー狙いますが、ナイスカット。うまく体入れ替えます。縦をつけますが、青がブロック。溜めてから浮かせたボール、うまくタッチをする、折り返しはブロック、よく寄りました。こぼれを回収。ボールは、天井はプレーオンできます。天井はプレーオンできます。あずけて右手で青チーム。持ち替えてから、左へ振った、タッチ。縦はブロック、キーパーできたよ。さあ、2点目取りに行きたい、ビューチームです。持ちます。間、ワーブロック、キーパー正面惜しい。青ゲット。左預け。持ち替えて右を上がらせます。浮いたボールは天井プレーオンですよ。ハイボールだけ気をつけてね。ブロックしたボール、ビューチームが体を入れました。持ち替えて縦を流れます。これに流れます。キーパー変わりましょうか。4分経過、残り2分。キーパーチェンジします。オッケー。4分経過、残り2分。1失点。青チームです。ガチのアップゲームを置いて2試合目。1対1同点、残りは2分弱。長いボールです。収めてからフォローしたい。ちょっとボールに乗った、大丈夫。ビューシーゲット。縦を使う、右サイド。うまく左サイドも広がりますが、ちょっと動きがずれたかな。一手ビューシーです。寄ってくるディフェンダーコースを限定。下げて後ろ。広げて右サイド。足を伸ばして回収です。シュートは左です。欲しい。残り1分半弱。預けて青チーム。左はいけないか。相手顔出す。判定前向く。ビブなし回収。残りは1分ちょい。2点目狙って勝ち越して終わりたい両チーム。
1対1同点。動き出します。さあうまく動き直したい。右サイドで振った。これでゲットして右サイドから左へ。さあすぐディフェンダーが寄ってきます。持ち直しから真ん中から右サイド展開。前も動きがありますが持ち替えてから振ったボールはちょっと気になります。惜しい。残り30ちょい。青のサイドから再開します。おいよ、青です。広げます。左サイドすぐディフェンダーが寄ってきます。持ち替えてからうまくサポートしたいがコースを限定狙ってきます。キーパーに預けた長いボール左は取らない。ブロックして BMC 残らない。惜しい。残り30。青です。縦預けて左サイド持ち替えてから右へ振ります。収まります。中央を預けて動き直し。前も動きがあります。相手にするポストに当ててから引き取ってヒールで左左から縦縦からクロスのコースがないか。持ち替えてるシュート。いやブロック。キーパーゲット。残りナイスカット。いやしかし入った。ミュージゲット。相手にするもらってオッケー。ナイスゴール。ここは決めてきます。グーサインありがとうございます。ラストワンプレイいきましょう。ラストワンプレイ。これで2対1。再び点差は1点差。ビブなしのリード返して終わりたい青チーム。ラストワンプレイ。はい、だ収まるが残って右サイド。ナイスポストプレイ。さあ3枚がむコースを切りますんで左サイドへ青チーム。はい、だわー通らないかな。ビブなしブロック。反転前向く左サイドドリブル。さあディフェンダー2枚勝負仕掛けたい。さあ引きつけながら送ったボール。たいやーコースが出た。惜しい。よいしょ。ガチの3試合目、前半の3試合目です。お願いします。まずは青チーム後ろに投げます。ボールを持ってから回す格好。預けて間うまく入りました。ナイスタッチ。ちょんと続いて真ん中からしかし続いてボールは美女子回収。さあ手は気をつけてね。ボールを持ち上げてうまく反転。左サイドから持ち返して間奥のボール青がブロック。こぼれのゲット青チーム。ボス真ん中右サイド預けてから落として後ろ。もう一個サポートしたい。降りてくる左サイド。これはドリブルで運んだから真ん中はブロックしビビのしゲット。反転体を向きを入れ替えたシュートを打ちたい。これは体をしっかりと入れました青ゲット。キーパー預け左逃げますが伸びたボールは切れました。惜しい。サイドからビビのしビビのしです。浮かしたボールナイスキーパー青ゲット。青チームです。近いところタッチ間に集めます。寄ってくるディフェンダー入れ替わりビビのしゲットシュート。いやーポストが惜しい。会長左は伸びました。惜しい。サイドから右足ヒールですぐ始めます。はいだなーやータッチはずれが欲しい。フリックして右サイドのスペースを使えればといったところ青チームから再開。さあ1分経過します。前からプレスに来るのはビマシ。持ち替えて青長い天井プレーをしますよ。残ります。残ってます。青ゲット持って青真ん中預けタッチちょっかい出しますがこれボール取り切れない。下げて後ろ。はいだ右サイドから真ん中顔出します。これ狭いコース縦を選択します。うまいヒール入った。持ち替えてからずらして左の。いやー決めきれない。決めきれなかった。シュート打ち切れなかったか。ビアシゲット持ち替えてすぐプレッシャー握ったボールうまくボールを握ります。縦ブロックカットしてサイドから1分半経過。ビアシ降りてきた真ん中戻し右サイド縦ドリブルから入って相手を抜いたいこれ青がカバーします。左へフォア動き出し落としたボールちょっとずれました。青ゲット左へ顔出した。いやーまた抜きからいやー伸びたかボール惜しい。ゴール前まで進入しますが青チームが決めきれない。さあビヨシはこの間に先に先制点を挙げたい。右サイド寄ってくるジェンダー持ち直しから間ワーキーバケット欲しい。青です。近いところにします。持ってから右へ戻し間預けて前向きます。縦ワーブロック体をしっかりと入れますがこれは取り返してビヨシ狙ってます。中でボールビヨシゲットもう一回縦ブロックこれが入った。もう一回中央右サイド短いか青ゲット。さあ持ち出して青チームドリブル左サイドからさあジェンダー1枚かシュートは狙われてほしい。キーパー変わりましょう。次のキーパーしましょう。2分ちょい経過します。青チーム次のキーパーでありますいきますよ。2分ちょい経過します。コントロールシュートを狙ったシュートは若干右にそれました。惜しい。縦使って青チームゲット。真ん中ポストからビハインドタッチ左サイドフォア展開は伸びる足でゲット。ディマシュ回収右サイドから預けて右前向き直してからすぐ塞がれるんでもう一回持ち替えます。さあパスを回しながら深いスペースで押し込みたいビューシーム。右へ前動き出し間が空いて左サイドへいいボール入った。折り返しわーブロック欲しい。切れてコーナーから3分経過残り3分近いところ降りていきます。間いやーオッケーナイスゴール。これはディフレクションがあってゴールに吸い込まれます。1点ゲット1-0。青からいきましょう。3分経過残り3分さあ残りは3分のところで送ったボールが跳ね返りゴールに吸い込まれました。1点ゲット青チーム縦うまく収めてからボールを握ります。
ひとつボール下げて後ろ、右も開きがありますが、相手にしたいやいいボールか、しかしブロックして右足チーム、すぐ寄ってきますんで、こうボールへたボールも処理したい、しっかりと背負ってから左サイド、ドリブル上がりながら、つっついたボールを発見して、青チーム惜しい、返し合おう、下げて後ろ。前へ動き出しがありますが、降りてきて左でもらいます。これで動き出して真ん中からフォア展開を防ぐビアンシがブロック。これでは左右開きがあるとうまく使いたい、やりやりと溜めてからシュートコースだ、入った、どうだ、いやー正面だった、ビアンシゲット惜しい、青回収、右サイドうまくタッチしてワンツーで抜けるかな、ちょっと短くなったからもう一回送り出し中央、しかしこれはブロックしたボール、キーパーゲット惜しい、ビアンシです、長いボールキーパー回収惜しい、青です、左へ持ち帰って縦タッチ、前が開かないか、下げたボール伸びますがうまく止めます、回収した青チーム、縦使う、左サイド残ってますよ、ライン上持ってから青チーム後ろ、縦ワーブロックコーボレが入っ、いやーブロック危ない危ない、ビューシーゲット、ビューシーです、前からプレッシャー気をつけてな、足元ビューシーゲットゲットです、持ち帰ってから前浮かせないか、いやーもう切れかった、これだ浮かして、いやーキーホロ君のハイスキーパー、ここはやらせない、右サイド預けてビビアシーム、さあもう1点取りに来たビビアシーム、持ち替えをしてから左サイド預け、さあ押し込みたいビビアシーム、2点目を狙います、左サイドここからまだいて奥田ボール流れます、キーパーチェンジしましょう、次のキーパー行きます、ビビアシーム順番大丈夫かな、 OK 行きますよ、4分ちょい経過します、残り1分半ほど、青です、預けて右、持ち直して真ん中、動き直し右サイド、間に預け戻して後ろ、うまく入って右サイドシュート、いやーブロック、ナイスキーパー、トゥーでの素早い振り抜きですが、これはキーパー対応します、ビバシームです、残り1分ほど、前からプレッシャーうまく抜けて真ん中ドリブル引きつけながらパスをうまく預けたいが、これで引き取って右サイド、前動きつつ顔を出しますがプレスがかかって、青ゲット、真ん中中央預けるしかドリブル持ち出しからうまく止めて安定、前を向きたいが引きつけて、これ右サイド通らない、ビバシームがブロックです、こぼれで任せるビバシーム、さあ2枚でも囲みますが残したボール引き取ったからキーパー預けて真ん中から左サイド、フォアも動き出しがあると持ってきたい、ドリブル前は行かせないが変わってビバシームを真ん中からずらしてもう1個入る、シュートコースはうまく短い、しかしディエンダーすぐ戻ってます、4枚がしっかりと戻って組織を作ります、ブロックして青チームゲット、切り替えが早い青チームです、左サイド預けタッチ、シュートはブロック、こぼれを処理したい青チームは見送ってコーナーにします、残り時間はあとわずか、入ったガーッ、続いたボールビアシゲット、さあ2点目狙いにいきます、ビアシーム、すぐプレッシャーがあります、ヤホア振った、持ち替えてずらし、ヤーブロックです、キーパー対応、さあこぼれゲスビアシーム、フォローしたいぞ後ろ、しかし寄ってくるディエンダー、当てて残ります、ライン上勝ってます、戻りきてますよ、ラストワンプレーいきましょう、ラストプレイビームナシです、ラストアンプレイ、左タッチ戻して右サイド、さあ決めたい、2点目奥田ボールキーパー正面、さあ返して終わりたいと青チーム、1点を返しに行きたいが狙ってるのはディエンダー、うまく背負います、青チーム持ってから左預け、預けダボール前に抜け出し、フォア展開はちょっとマイナスになってビームナシゲット、さあ持ち出してビームナシチーム2点目を狙います、ドリブル縦勝負うまく対応して青チームゲット、滑った大丈夫、さあ持ち帰って青チーム股抜きの格好ですが、これは体を自分で回収、奥田ボール青ブロックもう1回、さあうまくタイミングをずれてもう1点取りに行きたい、両チーム真ん中預けからスイッチがずれるぞ、続いてビームナシゲット、さあ持ち帰って、さあ2点目を取りにフィニッシュで終わりたい、ラストワンプレー、左サイド持ち帰ってから縦使う、ガーキーパー寄ってきて対応、こぼれます、次のランナーがあります惜しい、よいしょ、ガチの前半4試合目です、お願いします、まずは右サイドから中央、アディクトル寄ってくるんでボールを逃げます、前うまく動き出したらこれ流れます惜しい、サイドから落ち下げて後ろ持って真ん中動き出します、ですがマークついてるんでポストに当てますが狙ってくるとうまく入れ替わり、キープをしながら狙ってきます、うまく逃げて黄色、黄色に失礼、青チーム左持って青、ヒーラーブロック引っかかります、リブスツッツーでボール入れ替わった、ザオゲット、ディエンダーが1枚、左サイド折り返し、クロスももらえないか、いやーマイナスか惜しい、若干マイナスです惜しい、まずは30経過、リブナスです、あずきで後ろ広がって右サイド持ち出しをしてから預けます、左へ広げ、前受け出し動き出し、ですがすぐプレッシャーが来ますんで下げて右サイド、一つタイミングを見ます、縦選択、持ったボール間を縫って左へ動き出し前へ入れ替わったが伸びてほしい、プレッシャーが最後から青ボールで行きましょう、青から正解間、うわーちょっと動きがずれました、しまずは1分経過します、ビブ出しです、預けて真ん中ビブ出し持って右サイド回り読みます、広げて左へタッチで戻し、持ったボールビブ出しは右サイド持ち出してから前は開かない、ビームシームが中央へ右サイドへ戻します、間も顔出す、いや左の遠いところへ
予定の全体入れ替えボールをうまくキープしたい。さあ世界と背負いながらアイアンにした、うまくポーズで受けてからためて左からうまくシュートコースを作り出したい。がーこれはポーズです。欲しい。1分半ちょい経過、青ゲット、真ん中預け戻して後ろ、左サイドも動き出し、真ん中預けてから左を上がらせる、うまくタッチして折り返しはブロックは切れました。欲しい。コーナーから行きましょう。青チーム、あいだ、どうだ、いやーブロック惜しい。コーナーからもう一回、青です、下げます、持ち替えて青、戻したボールブロック、よしゲット、縦は流れます、キーパー変わりましょうか、次のキーパーで行きましょう。青チームも次のキーパー、あいよ、2分ちょい経過します。青です、真ん中預けます、あいやにする、受け取ったボール、さっきだから真ん中取らない、ブロックしてるし、さあ攻防レをゲットして左サイドすぐ寄ってきますが、送ったボール青がブロック真ん中で取ります、持ち替えてドリブル中央右サイド預け、顔出しがマイナスゴール、いやー打ち切れない、欲しい。攻防レでボール足元に入りますが、打ったシュートはコーナーになれます。欲しい。青です、下げて後ろ、狭いエリア、さあこのボールの取り合いはどうだ、間に抜きます、いやーうまくいなかったかな、青ゲットもう一回、預けて右サイド、アイアンするガーブロックして見出し、さあ1点目通りに行きたいがすぐディフェンダーが戻ってきます。さあコース限定されながら、しかし青がやってうまく回収します、持ち替えてから左から体、いやーずれた、いやこれだぞ、青ゲットもう一回押し込みたい、ゴール前の攻防は流れます。3分経過、残り3分、0-0でゲームが進行、見出し後ろ預けて右サイド、ドリブル前ブロック、見出しです、下げて後ろ見出し、持ち替えます、預けて右サイド、間ブロック、これで負けた青チーム、うまく股抜きで左へ縦を使う、しかしこれは動きが合わずにキーパーが回収しにいきます、から見送ってビブナシボール、3分半弱経過します、ビブナシ真ん中へ預けて右サイド、もう一回左へ戻します、右が降りてきてこれを使う、さあ伺いながら前は狭くなってきますが、浮かせたボールは見送って青のキーパーボールから再開、右サイドへ前行くよ、しこれ狙い、いやーいいボールだ、ナイスタッチ、ですが浮いてほしい、綺麗にふわりと浮かせて動き出しを使いました、ナイスボール、よし回収、真ん中預けコースを限定していきます、ガー回収をなんとか残ります、よしゲット、預けて右サイド前うまく引っ張ります、縦を選択、右サイドガー、これは体で矢をゲット、さあ決定的なチャンスを作りたい両チーム、青チームが真ん中もらいます、預けて右サイド広がった、が取らない、キーパーチェンジしましょうか、キーパー次の番号をしましょう、ホイッスルでいきますよ、キーパー入ったらホイッスルでいきます、あたすいきますよ、4分経過、青真ん中シュートは、いやー右かわしい、グランダーの鋭いシュートは若干右でした、リアシから再開、預けて右サイド、残りは1分半ほど、さあ押し込みに行きたいビアシン、あいや縦持ち替えてから寄ってくる、じゃあ1枚剥がしてからフォアも待ってます、持ってきたいがちょっとコースがないか、下げて後ろ、あいだ、うわーポストけー、ナイスゴール、ここで積極的に打ったシュートが跳ね返って決まってきます、ナイスゴール、ここで1点ビブナシームゲット、残り1分ちょい、さあ会社やお、がぜん1点が必要になります、残りは1分、ビブナシです、預けて真ん中、さあ押し上げていきたいビブナシーム、前からはめた青チーム、ボールを追います、間ポストで預け、持ち替えて下げたボール後ろ、さあうまく角度を作りたい、これで広がって真ん中、少し前に持ってくる、間そうしたボール振ったボール投げてほしい、台入れて振りました、あっすぐにした寄っていますが前を行かせない、ブロック引き取って青チームゲット、反転をしたボール左へ預け、行き過ぎないよ、青チームゲット持ち替えます、振ったボール右サイド回収、前からプレッシャー預け、間フリック左をブロックが欲しい、目足ゲット、ガーこぼれて青回収、もう一回行かないか、行き過ぎない、行き過ぎない、行き過ぎないでね、声かけていきましょう、青チームから再開、行きますよ、残り30弱、青です、真ん中行きます、青チーム、あいだ、うわーブロックしてみましょう、さあもう1点突き放しに行きたいが真ん中行かせない、青チームゲット持ちます、抜け出し、真ん中行かせないブロック、簡単には突破させません、サイドから行きましょう、青です、残り時間あとわずか、下げます、さあ前からプレッシャーかけて取り切りたいビブナシと、ポストうまいフリック入ったドリブル持ち出しから折り返し、やブロック決まったよ、さあビブナシのカウンタードリブル上がりながらディフェンダーが戻ってくる、あ浮いたボール投げます、キーパーから指示を、青ゲット、あ
間降りてくる、フリッカー短いか、ビアシゲット書き出したボールがポストに入った、持ち替えてからシュート、やーっ、クロスバー入ってない、もう一回、やーブロックキーパーだよ、ラストワンプレイいきましょう、ラストワンプレイ、ラストワンプレイ、青チーム上がる、右サイド上がらせてから折り返し、マイナスは流れて左サイドへ、持ったボール塩、ワンツー左から受け取って、フォア展開したい、縦はなります、惜しい。よいしょー、ガチのできます、大丈夫、はい、取りますよ、取ります、あー、からいきます、あざす、もっとより、あずきで、あずきも縦を選択、左サイドゲット、持ち替えてる、いやー、サイドになります、欲しい。さあ、ビブナシです、左あずき、持ち替えて左サイド、持ったボール持ち出して、ビブナシーム下げて後ろからもう一回間します、ポストできたから持ち直しから、縦を選択、左サイドはブロックオールになります、ゲットして青チーム、持ち出しから前へ行けるかな、ブロックしてもらう、ビューシャゲット、持ち替えてからヒールリストは決まらないか、なんとか流れたかな、ゴールはゲットして青チーム、惜しい、逃げ振って青チーム、持ち出しから青チーム、縦はブロックは残ります、ビューシャゲット、預けて真ん中、ビューシーム右サイド広がり作ります、これを使う、寄ってくるユンダーは持ち直しをしから、ビューシー中央に入ってから預けて左、これで抜けていく、左サイド右も降りていきます、これで顔出して右サイド持って後ろ、さあガチのチーム返して後半戦1試合目、預けて青寄ってきますんで、左サイド。うまく反転前向く、前股抜き。ですが、こう、2枚目は抜けない。ビューシーブロック。こぼれを預けて、右サイド伸びますが、これ切れました。サイドがやりましょう。ボラ青。青です。リスタ。預けて真ん中。ヒールで広げて左サイド。持ち直し。振ったボール右サイド。前はいけないか。体入れます。ビューシーゲット。入れ替えてボールゲット。足。持ったボール。寄ります、うまく預けた、ナイスブロック、さあもう一つビブナシチーム中央から上がり回りも左サイド、これを使う、折り返し、ワーブロック、キーパー対応し、ゲットしちゃおう、長いボール、ブロック、こぼれゲット、浮いたボール、体浮いた、やりかった、ガー打ち切れない、シュート欲しい、青ゲット、縦、ヤーブロック、1分半経過します、青です、ポストに当てます、前からプレッシャーかかります、ね、よくボール握ります、縦はブロック、かき出したボールはカバーして青、長いボールは流れます、欲しい、ビブナシ回収、近いところ持ってから右サイド寄ってきますんで下げて後ろ、引き取ったボールビブナシ真ん中もらい、相手にします、受け取って右サイドは取らない、青ゲット、シュートは、いやーサイド欲しい、キーパー変わりましょうか、2番目キーパー行きましょう、2分経過のオリンプ、まずは1点目狙います、ビブナシです、右サイド預けて真ん中、持ったボール左から中央へ、さあまずはパスを回しながら押し込んできて、ビブナシチーム取りどころ見せて、青左へ、フォア広がり、前抜け出し、ですがちょっとパスを出せるがないか、下がってくる右サイド、縦は慣れます、欲しい、青です、すぐリスタで真ん中スルーで左へ収まった、ナイス、ドリブルが入って折り返しタッチで、おやーミートしなかった、左サイドよく残しましたが、クロスはミートしきれず、さあすぐ近いところリスタ、当てたボールもう一回ビブナシチーム、キーパーボールからいきます、ビブなしです、3分ほど経過します、前動き出しですが、マークついてるんで真ん中にします、はい、やいボールだ、タッチが浮いたかな、こぼれゲットしたボール寄ってくるディフェンダー、青が回収して左から真ん中戻し、相手顔出すですが持っていけないんで、ボールを握ってから下げて後ろ、キーパーを使ってうまくタッチします、青寄ってくるんで右サイド入れ替わり、前ドリブル入って、さあスペースです、左サイド持ち替えて真ん中、真ん中の右もあるぞ、アイアンです、これブロックもう一回盛り出し、浮き球処理、ビブなし、こぼれ球うまく逃げたい、ビューシゲット、さあ寄ってくるジェンダー、左サイドかき出したボールは残りません、惜しい、サイドから青、3分半ほど経過、青チームスイッチ、前ブロック、ビューシ回収、前は行かせない、ブロックしたボール青ゲット、下げて後ろ、持ち替えて青チーム縦キープをしてから回ります、中央ゲットで青チーム左へ動き出します、ガー持っていけないんで右サイド近いところドリブルで入ります、かわしたからちょっとボールが伸びたからうまく収めます、寄ってくるジェンダーブロックしたボール残したボール残ってますよ、ライン上惜しい、キーパーゲット、ビューシー長いボール左へ、さあ押し上げたい、ビューシー右サイド通らない、ブロック嫌がった、青ゲット、さあ後ろからいかない、オッケーブロック、右足ゲットすぐリカバリーします、持ち替えてからシュート、いやーオッケー、ナイスゴール、切り替えてビューシームが決めていきます、キーパーチェンジいきましょうか、次のキーパーいきましょう、4分経過の2分、ビブナシーム3番目キーパー大丈夫かな、次のキーパーいきますよ、あ、いや、いきますよ、4分経過の2分、ここでビブナシームが1点ずつで、ナイスゴール、あ、いや、青受け取ってから回ります、モーストから左は取らない、ビューシケット抜け出して前持ってきて、いやーいいボールが入ったぞ、下げとしてキーパーと勝負はどうかな、いやーオッケー、ナイスゴール、
エアハイタッチありがとうございます。ここで続けざま2対0、いきましょう。残り1分半、青チーム返しに行きたい。持って青チーム広げて右サイド、さあ1点を返しに行きたいが、マイナスのところをカバーします。前動き出し、持ち出したから縦を使う、ポストで当てて右サイド伸び倒し。残り1分ほど、ビブなしです。間真ん中もらいます。シュートコースをうまく作り出したいビブシーン、間戻しは流れる、欲しい。残りは1分、 2-0 返した矢を間預けます。預けて右サイド持ち替えてから左サイド、相手が相手が引きつけながら上がらせる左サイド、寄ってくるとエンダー前へ行かせない、こう何切ります。残り30、浮き球、動きが合わなかった、惜しい。残りは30ほど、ビブナシーム預けて真ん中、ビブナシーム縦を走らせますがタッチは伸びた、ゲット、近いところ青、縦預け、持ち替えたボール前は行かせないんでしっかりと体を寄せます、下げて後ろ青チーム大丈夫、 OK、 フットボールブロック、ラストワンプレイいきましょう。ラストプレイ、ラストワンプレイ、青チーム間受け取る、ヒール右サイド持ち出し、いやーブロック、もう一回ブロック欲しい。よいしょ、ガチの後半2試合目です、お願いします。ビューシーから再開、まず間通してビューシー、寄ってくるディフェンダー、うまくビハインドタッチですが、ブナイスブロック、ゲットして青、ドリブル持ち出しからまたは抜けない、こぼれをゲットして青チーム、もう一回左振った、前動き出し、デーサがタッチや流れてビューシーから再開、サイドからビブなしです、預けて真ん中、縦を使う右サイド、こぼれを回収ですが前うまく抜けたかな、青チームゲット、左サイド持ち替えてからコースがないんで一旦避けます、フットボールやブロック、こぼれでも勝利してビューシーム、さあカウンターディフェンダー1枚かわせればチャンス、ドリブル勝負から右サイド、奥のボールはキーパー対応し、長いボールバー流れます、30ちょいがまずは経過します。ビブなしです、長いボールはよータッチボール、キーパー勝利、ナイス、青ゲット、左預け、降りてくる右サイド、縦を選択、右前はキーパー対応します、キーパーから右サイド、ビューシー左を狙ってました、青ゲット、いつもに勝ってました、シュート、アウトボールブロックします、ビューシー回収、もしかしたらドリブル前からうまく引き付けて右へ振った、しかしこれ青がブロックをして左サイド預け、ナイスタッチ、前のドリブルの持ち出しから浮かしたボールキーパー正面欲しい。1分ちょい経過、ビブの足です、前はいけないか、ブロックペイントはうまく対応します、青チーム回収、左サイドはうまく収めます、青ゲット持ち出してから相手も顔を出しますがこれ送ったボールブロックです、ビューシーが戻ってくる、さあ引き付けながら一旦下げたボール引っかかったの、いやーオッケー、ナイスゴール、真ん中から行きましょう。1分半経過、ビブなしから再開、さあビブなしチームです、行きましょう、下げて後ろ持ち出してから預け、後ろ左へ持ってきます、縦声かけますが塞がってます、入れ替わった、青ゲット、ドリブル持ち出してからボディフェイントから細かいところ入ってきますが当たったボールは右サイドフォロー、左へ広がりシュートはブロック、こぼれも処理したい、ハイボール気をつけてね、入れ替わったボールは赤、ブロック激しいボール青です、キーパー変わりましょうか、先にキーパー変わります、次のキーパー行きましょう。2分経過、残り4分が青チーム 1-0 です、1点のリード、右へ抜け出し前へ持ってきます、反転は流れます、欲しい、ビブナシ下げて後ろキーパー、これで前上がってきます、持ってビブナシ預けて右サイド、縦を選択、右から持ち直して中ちょっとマイナスだったかな、しかしフォローがあって左サイド持ち出し、奥のボール、いやー惜しい、合わせれれば入ったか、惜しい、ここは同点ならず青チーム1点リードのは、あいやわー合わずにサイドへ切れます、さあ、いろいろタッチしたのかな、ごめん、タッチしてあります、自己申告あって青からいきましょう、あざす、リス青持ちます、広げて左ブロック前いけない、コロナ回収、うまくインロールで右サイド持ってからずらしたボール、ブロックビブナシゲット、シュートは左で惜しい、ここは惜しくも決めきれず、青回収、3分ちょい経過します、長いボールはナイスタッチですがビブナシ入れ替わり、縦を使います、よってくれてナイスカット、キーパーさあゲットして青チーム、ポーズとは合わない、キーパー回収、
降りてくる左へ。さあ1点返しに来た宮神、真ん中預け持ち替えて左サイドへ戻します。寄ってくるディフェンダー真ん中預けて、ほら青ゲット。さあ持ち替えて狙ってますね。ほら流しました。アドバンテージ取ります、アドバンテージ取ります。ブロックして青チーム回収、持ち出し抜けた、青回収、預けて千代持ち替えてからずらしたボールシュート右の送信コーナー当たってサイドから青リスタ持ちます、右サイド落として後ろ持ってから青、持ち替えてから青チーム持ったボール青前を流れます、惜しい、ビブなしです。さあ1点返しに行きたい、中央ビブなし、田中君ドリブル、ドリブル、いやー惜しい、キーパーチェンジましょう、キーパー次の番号します、最初に戻るかな、はいはい、はい、よ、いきますよ。さあ4分経過、残り2分、青です、持ちます、預けます、右サイドランニングがあって右へ相手通して中央持ち帰ってから一つ止めて右が決まらない、惜しい。さあ追加点を上げられず微妙なチームです。残り1分半ほど、真ん中もらいます、またがで聞けない、振ったボールはキーパー処理左へ。さあ前から追い込んできた 青チームです、運びたい微妙なし左へ抜け出します、真ん中もらう、持ったボール中央からずらしにしてシュートを打てる、ナイスブロック、よく戻りました、よく寄りました。残りは1分ちょい、さあここで1点返したいビアチーム、コーナーからちょっと足に入りますが送ったボールはブロックでゲットしたのは青チーム、長いボールで右サイド折り返しを伸びてほしい、ビブなしです、左へ持ってきます、広げて右サイド持ってから真ん中から左サイドへ縦ブロッカーをゲット、真ん中フリック右サイド、わー体を入れましたよ。残り1分弱、さあ1点返したい、 1-0 のまま、長いボラブロックして青が回収します、送り返し右サイド、中央はボール伸びますがうまく処理をして長いボールで右サイド折り返しは引き取れない、続いたボールは青に残ります、折り返しマイナスですがボールが伸びた、ビューシーですが前は行かせないか、いやドリブルで抜けて左サイド、さあ2枚目が来ます、当てたボールうまくキープ、前行けない、サポートしたいビューシー、降りてくる右サイド、相手も顔出したい、裏も抜け出す動き、溜めながら上がってきます、これで間通したボール持ち直して右サイド送り返し、真ん中いいタッチ入った、ヒールが当たらない、ルーレットパスはできず青ゲット、あーっとこぼれた、1点ゲット、1対1同点、ラストワンプレーいきましょう、ラストワンプレー前からの追い込みで1点が入った形かな、ラストワンプレーいきましょう、1位同点持ち上げます、間ブロックメッシ、さあ決めて終われるかな、また抜き抜いてきて持ち替えてずらしはブロック、キーパー対応、ここは止めます、キーパーそのままドリブル前へ持ってきたいからすぐディフェンダーが寄ってきます、いやー入れ替わるとまずいぞ、ビジネスチーム、いやー行っとるのかな、もうワンプレーいきます、行き過ぎ気をつけてね、もうワンプレーいきましょう、ビジネスボールがいます、行き過ぎは気をつけて声かけてあります、リスタ、いやー合わなかった、惜しい、ガチの3試合目です、お願いします、まず青からボールを回します、あずきで後ろ青チーム、縦を選択、左サイド前に抜け出す動き、前はよくブロックします、サイドやりましょう、あたすビブなしから再開、当たって流れます、ビブなしです、引き続けて後ろ戻して左サイド真ん中顔出す、抜け出す動き真ん中タッチはゲッツ、青チーム跳ね返したボールは収まらない、ビブなしゲット、さあ前に運びたいビブなしチームですが、まずは丁寧に後ろからボールを回します、取り所を見つけて青チームがじわじわとプレスをかけます、コースを限定をしながら追い込みたいが、これうまく抜けて中央からポストで受けたボールをサイドへ切ります、惜しい、30ちょい経過、ビューシーム預けて真ん中動き直し、縦を選択、タッチ中央入ってシュートブロック、ナイスカット、キーパー跳ね返し、青ゲット、ドリブル運びながら右サイド、いやーブロック、こぼれ、ボレーは決めきれた、惜しい、当たったのかな、当たってコーナーやりましょう、当たす、コーナーがリスタ、青チーム真ん中付け持ち替えてから中央ポスト当てる、背負ったボール振り取ったからずらしてフォローしたい、ヒールは流れます、惜しい、触ってもう一回いきましょう、1分ちょい経過します、青です、預けます、真ん中ずらして右サイドブロック、ビブナシゲット、さあこれで持ち出したいがうまく止めたナイスだよ、持ち替えてビブナシを左右見ます、ずらして真ん中預け戻し左サイド右が上がっていきます、これを受け取ったボール真ん中もらい浮き玉右サイド折り返し左は伸び倒し青です、預けて真ん中青チーム寄ってくるんで下げてから後ろ右サイド前引っ張ります、持ち出しから間通らず、しかしこれはこぼれたボール持ち出し受け止めるやーげーナイスゴール、
こぼれた、ハンドがあったかな、ちょっと笑いに出した。真ん中で行きましょう。行きましょう、ビアシム。あざす、行きますよ。さあ、まずは1点を取ります。ビアシム返していきたい。もしかしたら、入った、ナイスボール、起きて、いやー、右かわしい。キーパーチェンジしようか、このタイミングでキーパーチェンジしようか。キーパー次の番号しよう、行きますよ。2分経過します。残りは4分ほど。さあ、青です。あ、いや。右は流れが欲しい。サイドから再開。イブナシッチ。狙ってました。ガーブロックのシュートは右です。欲しい。さあ、前から狙ってきます。長いボールは、もう収めた。あ、オゲット。持ち直してから預けて右サイド。方は広がる。これを使って左サイド。あ、いや。はい、ナイスボール。岩伸ばした。ずらしてから持ち直して。ガー、これはキーパーだよ。欲しい。キーパーそのまま上がっていきたいが、ブロック入って右サイドうまく浮かせて、右サイド浮かせたボールですが、これはキーパー処理します。アウゲット。左へ。前持ち出したいが、持ってけないんで、キーパーして右サイド上がらせます、キーパー。縦、間。持ち替えてから前向く。ずらしたボールはちょっと持ってけないか。目しかけて、いやー抜け出して、左のドリブル。うまく止める。これでは、右サイド、いやー振った、これはカバーします。アウゲット。体をしっかりとヤーがボール握ります。うまく止めたボール、手を出さないよ。ブロックして青チームゲット。持ちます。下げて後ろ、青チーム。3分経過、残り3分、長いボール。ヘディング、いやー、惜しい、ブロック、キーパーがシュー。ヘディングをかわせましたが、これはキーパーに飛びました。ビューシーです。股抜き、ブロック、アウゲット。かき出したボール、ビューシーが処理。突っついたボールは、こぼれた球、こぼれたボール、抜けない、青回収。さあ、持ち出した、惜しい、うまく逃げない。キーパーに預けてから、青チーム。青です。長いボールです。ヘディング、ナイスカッター。ここはしっかりと処理していきます。3分半ほど経過します。青チームサイドから。あ、いや、わあ、ビビアシブロックです。さあ、持ち出して、ビビアシム3対1。勝負しっかりと左サイド折り返し。右サイドはマイナスですが、回収もう一回。持ち出してから、左へ戻し。シュート、いやー、ナイスタッチ。キーパーブロック。切れてコーナーから行きましょう。ビビアシムです。近いところ。預けて戻して、右サイド送って、中央ブロッカーを前は狭いで、うまく当たってサイドからもう一回青チーム。すぐにした。縦入る。持ち出し、ビビアンシこぼれた、まあ、前はブロックです。ビビアンシボール行きましょう。先にキーパーでいきましょうか。先にキーパーでいきましょう。先に次のキーパーいきます。いや、いきますよ。4分経過、残り2分弱。さあ、1点。取りに来たビビアンシボール、右サイド。あ、いや、ブロック、こぼれはうまく抜けたが、寄ってきた。いやー、ブロック、キーパー足残した。ゲットして、青チーム。左預け、青チーム。前抜け出し、ドリブルで勝負、左サイド。あ、いや、うわーちょっと足に入った。ビアシブロック、こぼれでも返して、ビアシ。さあ、ドリブル、持ち出し、中央から引きつけながら、持ち出して、右手で OK! ナイスゴール。田中春いいね。行きましょう、真ん中から。ここはドリブル、見事突破で、1点返してきます。1対1点。残り1分ちょい。まだ分かりません。1対1点。青です。左へ。赤チーム。寄ってきますね。真ん中預け、ポストで受け取ってから、周りを見ながら、シュートコースをつけてずらしたボール。あ、いやする。ガーブロック、ビアシゲット。さあ、持ち出しドリブルからビビアシーム。前持ってきたが、すぐディエンダが寄りました。さあ、ゲットしたボールは入れ替わってビアシがスイッチもらいます。前動きなし。右も動きなし。これで預けて右サイド。クロスはどうかな、持ち替えてから奥でもリアブロック。書き出します。キーパーが出てきて、フォロー。残り30ほど。ビアシゲット。前はいけないんで、ボールを握ります。預けて真ん中ビアシーム。中央、預け、ブロック、こぼれをゲット、ビアシーム。右へ。間。ワーブロック、青チームゲット。さあ、こぼれ回収、青チーム。ドリブルで前、あ、いや、うわー、こぼれてキーパーゲット。長いボールです。収め、左は届かないか、惜しい。残り時間はあとわずか。青です。持ち替えます。持って、いやー、冷静、OK。ここは冷静に決めていきます、2対1。真ん中でしょう。ラストワンプレイ、真ん中でしょう。ラストワンプレイ。ビブなしです、ラストワンプレイ。ビブシーム持ちます。預けて左サイド。前持ち出しドリブル。ドリブル。折り返し。うわー、決まらないかもしれない。よいしょー、ガチのラストマッチ4試合目です。このゲーム5分ほどのゲームで最後1試合回していきます。お願いします。最後まで怪我ないようにお願いします。切れてサイドから欲しい。青です。預けて真ん中。回って右サイド。わー、流れでゲット、赤チーム、いやー、オッケー、ナイスゴール。まずは一本青チームが先制点決めていきます。真ん中でしょう、ビブナシチーム。ありがとうございます。ビブナシチームからいきましょう。オッケー、いきますよ。
さあ30が経過してまずは1点ですが、これは入れ替わって青回収、2点目狙いたい。すぐディフェンダーが戻ってきますので、ボールをキープしてから長い力を切るのが欲しい。2分の1です。近いところ戻して右サイド、長いボールはブロック、ナイスカット、こぼれをゲット、青チーム左サイドは伸びたか欲しい。さあ本日ラストマッチ、ガンガン得点を狙っていきたい両チーム。指差しから間、わあブロックしたボールがこぼれるかな、青ゲット、うまく体を当ててから、しかしこれは前へ行けない、指差しゲット、うまく中央を預けてから引き取って左の曲がりがあると持ち替えながらシュート、いやブロック、こぼれをゲット、指差しもう一回間入った、ガーシュート押し切れない、寄ってくるディフェンダー、こぼれてボールもう一回つっついて青ゲット、さあドリブルカウンター、青チーム真ん中預けてボール、フリックをブロックして指差しゲット、さあ持ち替えて指差しチーム預けて真ん中ブロック、青ゲット、さあボールの行き来が激しい最終ゲーム、さあ持って青チームです、持ちます、下げます、1分半弱経過します、青です。さあ押し込みたい青チーム、うわーブロックですがなんとか引き取って中央入ります、青チーム、しかしブロックして見やし、これでもゲット、足元の皆さん気をつけてね、青チームゲットですが前はいけないかな、こうボールでも手も気をつけて、見やし回収、さあ持ち替えながら右サイド伸びてほしい、キーパーチェンジいきましょう、両チームキーパーでいきます、次のキーパーでいきましょう、ビブナシーム順番大丈夫かな、次のキーパー最初かな、 OK、 いきますよ、1分半ちょい経過します、前からいけないプレッシャー、ビハインタッチ前に抜けますか、すぐディフェンダーが寄ってきます、または抜けて見やし入れ替わり、さあ持ち出すね、2枚目のディフェンダーが来るとかわせずに青がゲット、前はいけない、左広げた、ちょっとボールが伸びてほしい、2分経過残り3分、下げて後ろビハインタッチ、わー切れます欲しい、さあ青チームです、さあ1点のリードあります青チーム、2点目を狙いたい、真ん中を受けてから反転前向く、うまい左サイドを持ってきた、前はいけない、ビューシャがブロック、こぼれでも天井プレーをしますよ、ハイボールだけ気をつけてね、持ったボールブロックしてビューシャ、手は出さないよ、持ったボール体を入れ、いかいかいか、行き過ぎない、きつね、ビューシャボールでいきましょう、ボールビューシャいきます、後ろから行かないよ、ビューシャいきましょう、後ろからビューシャいきます、はいよ、行きますよ、さあ後ろから気をつけてね、行き過ぎずに行きましょう、残りは半分2分ほど、ビューシャです、持ちます、間ポストで収めてから、これはかわしきず、青ゲット、2枚目いきます、間通してボールにブロック、こぼれを回収、ポストに当てる、当てたボール引き取ってから、さあうまく背を手引っ張んないよ、 OK、 ビアシゲット、さあ持ち替えてからシュート、いやブロック、もう一回 OK、 ナイスガル、ポストでうまく収めました、真ん中からいきましょう、いきますよ、3分経過残り2分ほど、さあ決めにいきましょう、青チーム左振った、タッチ持ち出し入った、いやブロック、こぼれはどうかな、キーパー浮かして浮かして、うまい、ナイスガル、 OK、2対1すぐさま返します、ナイスゴール、キーパー最後チェンジしましょう、最後キーパーチェンジ、キーパー最後チェンジしましょう、いきますよ、2対1、残り1分半ちょい、ビブなしです、縦わー流れます、欲しい、さあ前から狙ってるぞ、危ない危ない、入れ替った青ゲット、持ち替えます、アイアンしたら受け取ったボール青回収、右サイドヒールで落とし、左も広がりがあるが、また抜き、縦はブロックしてキープ対応、ナイス、こぼれゲス、ビューシー、さあカウンターだ、前持ち出したい、持ち出したい、いやーうまくうまい、いやーこぼれ球ブロックして、ビューシーシュートだ、右、いやーこぼれた、こぼれ球ブロック、防ぎます、まだ来てますよ、ゲッツ、危ない危ない、ゲッツしたボール前は危ない、キーパーゲット、行き過ぎないで気をつけてね、行き過ぎないよ、オッケー、残り1分いきましょう、残り1分、青リスタ振って右サイド、長いボールは入った、折り返し中央、いやー合わなかった、最後が合わない、さあリスタビューチーム、しかしキーパーできたよ、こぼれをブロック、タイム画面当たった、画面だいぶこれ切りました、タイム無理しないで、 OK、 さあやりましょう、 OK、 リスタ残り30ちょい、無理しないで、 OK、 あゲット、左サイド残り30、真ん中入る、シュート、いやブロック、キーパーゲット、ビューチ回収、持ちます、ビューチームまた抜き、うまい、さあ押し込みたいと、3対3勝負仕掛けたい、左サイドから、さあ1点取りに行きたい、うまくずらした、入った、シュート、いやーブロック、ナイスキーパー、こぼれをゲット、青チームですが、これキーパー対応します、キーパーゲット、残り30弱、青縦、さあラストワンマッチ、怪我だけないように皆さんお願いします、宮下回収、間抜けて右サイド、さあヒールはブロックだ、読まれてた、青ゲット、さあ回収して、青チーム押し込みたい、右に入った、折り返してシュート浮いてほしい、ラストワンプレイいきます、ラストワンプレイ、ラストワンプレイ、さあラストワンプレイ決めて終わりたい、ビブダシチーム中央から寄ってくるエンダー、時間からスタンプレイ、持ち出しドリブル、相手抜くか、これこぼれをゲット、青チームドリブルから折り返しブロック、こぼれたボール狙ってるぞ、うまく処理したい、ビブシが持ち出し、左サイド預け、さあホーム広がり、これで持ってって右サイドディフェンダー2枚、3対2勝負仕掛けたい、ブロック欲しい、よいしょ、ミックスの前半戦2試合目です、お願いします。
まずはボールを持ってビブナシーム。引き続きこっちのカテゴリーはボディーコンタクトはなし、シュートはどんなシュートでも OK です。いきましょう。アイデアスカッチビブナシゲット。右サイドは取らず、キルがブロックです。縦を使う。左サイド持ち替えて、まあ間を通します。つっついてボールビブナシゲット、シュートどこな、いやーブロック大丈夫、キーパーナイス。ここはキーパー正面しっかりと弾き返します。黄色です、浮かしたボール、うまく体を入れ替えてからシュート、いやーオッケーオッケーオッケー。ここは強烈、うまく浮かしたボール、体反転させていきなり振り抜いてきます。真ん中でいきましょう。いきますよ。30ちょい経過で、まずは黄色が1点ゲット。ビブなしです。持って後ろ、引きつけたボール預けて右サイド、真ん中から左は流れて後ろをもらいます。ビブシームです。浮き玉、黄色ゲット、もう一回持ち替えて黄色チーム。そう、ちょっかい出しますが、これビブなし取り切ってうまく中央入ります。持ち替えて右サイド回ります。あずきで左ダッチャー流れます。惜しい。黄色です。はい、じゃブロック、ビブなし、こぼれ球、持ち出し、ドリブル、折り返しはブロック、黄色ゲット。3枚運びたい、左サイド1分ちょい経過します。持ち出しから前はうまく抜けた、折り返しブロック、惜しい。1分半ほど経過します。さあ1点取りたい黄色チーム、後ろから前に来るんでブロック下げて後ろ。さあ2点目はどうかな、間、わあこぼれてビンシゲット。さあ返しに行きましょう。ビンシーム前は行かせない、ブロックしてビンシ来るのでずらしにしてからヒールで落とし、持ち替えて右サイド前から来るんでスイッチです。間にした、うまい、入ってから左広がり、これでもう一回右サイドもらい直しできるかな、入った、オッケー。いやー決めたい、がキーパーコースケした、回収して黄色チームナイス。切る間持ち替えてから右サイド、2分経過、残り4分。黄色です、ずらします、縦を送って左サイド持ち替えてビブナシが取ります。間預けてから左サイド前動き出しがあります。ビブナシ持ち出しから前は行かせない、黄色ブロック、こぼれはビブナシに入ります。ヒールで落とし、シュート、いやーブロック、ナイス。キーパーこんな感じでしょう。2分半ほど経過します。下げてビブナシ持ちます。さあこれは詰まってます、うまく角度を作りたいが寄ってくるディフェンダー、左預け持ち直しをしてから、あいやタッチで入ったぞ、抜け出し落としから、いやー打ち切れない、ごめんね、ボール黄色ボールがしょ、ボディコンタクトなしでいきましょう。黄色から再開、黄色です、黄色チームが回収。あいだワーブロック取ってつらして真ん中預けて右サイド戻しはマイナスずれた、惜しい。黄色ゲット、マイケル、いやーナイスブロック、こぼれをゲット、ビアシーム、さあ押し込みたいが抜けたぞ黄色チーム。さあ2点目取りに行きたい、左サイドゲット、前を下がってるが一旦下げます後ろ、これで反転前へ向く、持ち替えをしてから左サイド預け落として後ろ、広げて右サイド前動き出しは残った、残りました、ビアシーゲット縦入る、左サイド前はどうかな、中央股抜きから黄色がブロック、こぼれゲットして黄色走らせますが、これもブロックして黄色ゲットです、前はいけない、下げて後ろ黄色チーム、間通してボールうまく抜けました、黄色回収に、いやービジネスブロック。3分半ほど経過します。ビジネス回収、右サイド奥で、いやオッケー、ナイスガル、ここで1対1でナイスガル、真ん中でいきましょう。3分半経過いきますよ。さあ3分半経過して、ここでビブなしチームが返します。黄色です、あいだワーブロック跳ね返りビブなしに戻りました、先で後ろ、あいだ前はいけないが抜けたぞ、ビブなしゲット、ずらして右は短いか、折り返し、いやーキーパー置いてナイス、ここはしっかりと詰めました、コーナーからビブなし。4分経過、残り2分、あいだヤーブロック、ナイスキーパー、もう一回オッケー、ナイスゴール、フォアでこぼれをしっかりと押し込みました、ナイスゴール、2対1逆転、ハイタッチありがとうございます、いやハイタッチありがとうございます、いきましょう。さあここでビブナシチームが逆転2対1、浮かせます、ポストで受けます、寄ってくるんで右サイド預け、前抜け出す動き、これを使いたいがブロックが入ったこぼれ球当たってボールビナシ。さあ残り1分半ほど、ボールが伸びます、黄色ゲット、いかにもいいか、いかにもいいか、大丈夫、ボール黄色からいきましょうか、黄色ボールからいきましょう、あざす、あざす、いきますよ、残り1分半ほど、黄色です、飛びます、動き出し、間に入ったかな、倒れるか、いやーブロック、キーパー対応ナイス、ビューシーゲット、さあ書き出して中央、ビューシー持ち出してディフェンダー1枚だ、預けて左サイド振った、しかし戻ってくる、2枚目で4人です、間、いやーブロックはキーパー対応し、ボールコーナーから行こうかな、コーナーボール行こうかな、コーナーボール行こうか、あとコーナーから行きましょうか、コーナーから行きましょう、残り1分ちょい、いきますよ、間、タッチはしっかりとボール黄色、
残り1分ほど。すぐ前からプレッシャー。いやー、うまく体を入れ替えます。ガーボールは伸びやしてほしい。送り返して俺前で待ってました。シュートはやぶらくない、すぎはもう一回はちょっとダフったかもしれない。残り30秒ほど。さあ21位リブナシチームの1点リード返したい黄色。残り30秒ほど。前はいけないんでボールを持ちます。黄色チーム預けて左サイド寄ってきます。コースを限定。うまい。相手真ん中ずらしてからシュートはやぶらく、もう一回オッケー。ナイスキーパー大丈夫。キーパー体を張ります。コーナーホールから行きましょうか。はいよ。残り時間わずか。さあ2点目取りたい黄色。下げます、持ち替えます。中央狭いエリア、狭いエリア出してほら当てて、もう一回コーナーです。ラストワンプレーいきましょう。ラストワンプレー浮かします。ブロックコーブレゲッチ見やし。さあ3点目取って終わりたい。ラストワンプレー長いボールは入ります。いやー浮いてほしい。でいきましょう。ミックスの3試合目です。お願いします。引き続きこっちのカテゴリーはボディーコンタクトなしなんで気をつけてお願いします。黄色チームキーパー2分ごと交代します。いきましょう。縦やブロック。さあ黄色です。下げて後ろ広げて右サイド持ち出しから前ずらして中央右入った。タッチのボール引き取ります。持ち替えて黄色チーム下げて後ろ、もう一回これは切れて見出しボールです。ビブなしです。預けます。間やいボールだ。タッチして、いやー最後走らなかったら残ったかな。残してこれ切れたかな。切れてキーパーありましょうか。足黄色です。左預け持って中央真ん中ナイスカット。ビアシゲット引きつけてから間入った。ゴール前ヒールで戻し、これはブロックです。さあ1点取りに行きたいビブなしチームです。ボールをキープして下げて後ろ持ち替えます。相手やいボールですが触れない。黄色ゲット止めます。預けて右サイド広がって右へ振って左立て流れます。惜しい。よいしょっと、はい、いややばい。ずらし真ん中振ってボール右サイド折り返し真ん中ずらしから持ち替えて左ブロックは切ります。ボール黄色1分半ほど経過。黄色右振ります。タッチ戻し右の、ま、あいよよいしょっと、あ、どうなんか、やべえおいしょっと1分半ちょい経過。ビューシです。あいだブロックカーボールゲット黄色前を塞がれますが、もう一回持ち出し黄色が下げます。さあ動き直しを見て黄色チームです。預けて右真ん中戻し間にします。タッチは流れます。黄色チームキーパー次の方しましょうか。次のキーパーでいきます。あ、どっちもしよう。お願いします。美容師です。下げて後ろキーパー変わります。ありがとうございます。間タッチ折り返し、いやー決まらない。惜しい。2分ちょい経過します。残り4分ほど。黄色です。さあ右サイド黄色チーム預けて真ん中持ち替えてから長いボールはキーパーに戻ります。左へ振ります。ビアシーン間に預けタッチボール跳ね返しはビアシーン長いボールはいやーオッケーオッケーオッケー吸い込まれました。キーパーの出てる隙見逃さなかったのかパスだったのか、これは決めていきます。相手ゴール真ん中でしょう。3分10経過。黄色からいきましょうか。あだすいきますよ。3分弱経過でこれでビブナシームが1点ゲット。黄色です。右はちょっと動きがずれます。さあ左からいきましょう。さあビブナシーム持って右サイド預けて真ん中縦送ります。ブロックビブナシです。下げます。間ナイスタッチ持ち替えてからうまいビハインタッチですが、これはキーパー戻ります。黄色です。持ち替えます。ずらしにしてから右サイド上がり浮かしたボールでうまく裏へ、しかしこれはカバーがいてビアシゲットです。持ち替えて前に向きますが、これ残ってますよ。ラインにやいか。 OK、 サイドからいきましょう。黄色黄色です。先で後ろ黄色浮かしたボール天井プレーオンしますよ。ビアシゲット。3分半経過。ブロックコーナー続いてボールは黄色ゲット。しかしビアシゲットフォロー。左サイドドリブル前はいけないか。持ち替えます。中央入ってからヒーラーブロックして黄色回収。さあもう一度黄色ですが寄ってくるディエンダー、しかしうまくタッチをして黄色ゲット。前はいけない。美容師体を入れます。大丈夫 OK。 ディフェンスです。キーパーから左へ
持ち替えてから前がいけないかずらしてます。うまく入ってドリブル前へ持ち出し、また抜きで左へ。フォア展開短くなった、広げてほしい。預けて右サイド、黄色チームドリブルから前もブロックです。これだ、回収して右サイド、さあ1点回収して黄色預けて真ん中、ちょっと帽子たちが大きくなりました。宮下がブロック、体を入れました。キーパー預けてから、いやブロック引っかったか、危ない危ない危ない、キーパーゲットほしい。左へ宮下回収、持ち替えてから真ん中預けて右サイドゲット、はいはい、宮下チームさあ持ち出してから折り返し、うわーブロックほしい、黄色ゲット。さあ左預けます、黄色ドリブルです、真ん中ブロック欲しい。さあこぼれて黄色チーム、いやーブロック欲しい、ケンズ欲しい。さあこれでもう1点取りに行きたい、右サイドから折り返し、オッケー、ナイスゴール。黄色チーム、キーパー次の番号しましょうか、3人目いきます、真ん中セットしていきましょう。あざす、いきますよ。4分ちょい経過でこれで2点目をゲット、返しに行きたい黄色チーム。黄色です、持ちます、前からプレッシャー、間取らない、宮下ブロック、左サイド回収、いやオッケー、ナイスゴール。ビブなしチームが前から行って立て続けにゴールを奪います。返したい黄色チーム、残り1分ちょい。さあ黄色です、行きましょう。預けて右サイド、戻して左サイド、はいどうタッチャー、伸びました、惜しい、サイドから右足、間はちょっと伸びますか、惜しい。残り30ちょい、黄色です、縦戻して後ろ、右も広がりました、縦は背中、さあ動き出しがあるぞ、引きつけながら持ってきたいか、すぐディフェンダーがコースを防ぎます、上がらせて右サイド、持ち出しが大きくなった、うまく引き取って黄色チームゲット、持ち出し黄色、左広げ、入れ方ナイス、持ち替えてコースは切られてるか、体を投げ出す、いやー惜しい惜しい、コース切られてましたが冷静に持ち直しをしてクロスを送ります、惜しい。残り近場とわずか、預けて後ろ右足、縦浮き球ブロック、こぼれをゲット、黄色チーム、シュートは足元、ラストワンプレーいきましょう。長いボールはカット、黄色ラストプレー、左へ、さあ決めておりたい、ラストプレー、ずらしてからシュートコースはないか、もう一回持ち出し、いやーポスト欲しい。よいしょー、ミックスの4試合目、前半戦4試合目です。これ見合ってサイドいきます、いきましょう、黄色チームから預けて後ろ下げてからもう一回、さあこのゲーム終わったらチーム外両カテゴリーでもしていきます、お願いします。まずは黄色チーム、預けて右サイド、持ち出しから縦タッチプル、反対前向く、中央を使って左サイドも上がってきます、これで振って左へ、持ち替えてからシュート打ち切る、いやーこれ惜しい、これちょっとボールが足に合わせて惜しい、やりがった、足元気をつけね、ブロックして右足、レースが伸びてうまくブロックしました、もう一回ブロック入れ替わり、足元気をつけて、サンキュー、ビアシゲット。さあ、持ち帰ってから、うまく前へ持ってくる。動き出してから、縦は取らない。ブロックしたボール、かき出しました。サイドへ切ります。黄色、縦。うわー、伸びてほしい。ビブなしです。後ろから、間にする。受け取ったボール、背負います。引きつけて、左サイド。前はいけないから、ナイスブロック。こぼれをフォローして、後ろからビアシ。長いボール、右サイドへ、流れます、ほしい。あ、大丈夫、あ、いや1分ほど経過します。黄色の近いところが再開、はい、じゃあ戻した、左へ振った、さあ持ち帰ってから黄色届かないか、ビアシブロックが切れました、惜しい、サイドから黄色すぐリッサ、前は塞がってるんで一旦下げます、黄色チーム、長いボールは、いやーナイスブロック、跳ね返します、サイドからいきましょう、あ、いよリッサして黄色振って右サイドタッチずらし、真ん中ブロック、ベンチが吐き出します、黄色サイドから預けて真ん中戻して後ろ、1分半ほど経過します、長いボールはナイスブロック、こぼれは跳ね返したボール、黄色が処理、縦預けて反転前向き、左サイド持ち返して中央、黄色前はいけないが入れ替わってベンチゲット、さあいきなりチャンス、リセットオッケー、ここは決めていきます、ナイスガール。キーパーチェンジしましょうか、黄色チーム次のキーパー5番目いきましょう、真ん中から黄色チーム、あざす、いきますよ、2分経過残り4分、まずは1点、ビブなしチームがきっちりと決めていきます、黄色預けて真ん中戻して後ろ、黄色上げて右サイドずらしてから、あーいた、ちょっと来ました、ビブなしです、近いところから戻して真ん中にします、左サイドから持ち直し、
預けて右から持ち出しドリブルからフォア展開入った折り返し OK ナイスゴール、ここはいいボールしっかりと来ました、拍手ありがとうございます、ナイスゴール2点目。さあここで返しに行きましょう、黄色チーム2分半ちょい経過しますがボールが伸びる、惜しい、3位から左すぐにした、ポストで背負ってからシュートは左足。3分ほど経過します、黄色チーム近いところにします、前は塞がってるから黄色のボールになります、惜しい、これ黄色からいきましょうか、はいよ、すぐにした真ん中預け持ってから浮き球ブロックナイスカット、これ黄色に戻ります、引きつけますディフェンス持ってから真ん中預け、さあ伸びたボールを処理してから黄色チーム持ち出してから真ん中預けてずらして前へ持ってくる、右サイド左も広がりこれをもらってワンツー右へ戻したボールはベンチがブロック、こぼれ球をかき出してボールに行きます、黄色入った中央タッチずらしてボールブロック行きすぎないよ、キーパーゲット、キーパー体を張ります、ナイスブロック、ディフェンスです、左預け持ち出し持ってから振った、いいボール入った、落としにしてシュート、いやーブロックキーパー足伸びたナイス、こぼれゲット黄色チーム先で後ろ浮かしてボール、ディフェンスゲット、ボレーはいや惜しい、キーパー黄色チーム変わりましょうか、キーパー次のキーパー行きましょう、番号行きましょう、あいや4分経過残り2分、残りは2分間流れでディフェンスゲット、右はつながらない黄色回収、左へ戻し寄ってくるんで前を向きます、行かせないブロック、行かせるかな、黄色降りていくか、ボディーコンタクト取って黄色がいいよ、ね、黄色がいいましょう、あざす、バーディーコンタクトで黄色からいきましょう、あざす、ブロックして黄色チーム1分半ほど経過、いや残り1分半失礼、さあ待って右足下げて後ろ回収して、ビブナシチーム下げて後ろ長いボール右サイド、わー流れて黄色ゲッツ、さあ1点返しに行きましょう、黄色チーム前からいきます、うまく逃げたい、さあしっかりと背負ったボール入れ替わってビブナシ中央預けて右サイド落として後ろビブナシ持ち替えてからあーいったボールに乗ります、もう1回うわいやーオッケーナイスゴール、ギャラリーも盛り上がります、ナイス真ん中でしょ、行きますよ、残り1分ちょい、さあ追加点ビブナシーム返しに行きましょう、黄色チームまずは1点、相手預けて黄色持ち替えます、左へ、さあ1点取りに行きたいが、いやー惜しいサイドか、タッチしてボールコーナーでしょ、ありがとうございます、自己申告コーナーから行きましょう、残り1分、さあコーナーのチャンスをゲット、黄色チーム押し込みに行きたいが狭いエリア下げて後ろ持ち替えをしてから右サイド、間も顔出します、フォーム広がり持ってきます、ガブロックこぼれをゲット、黄色ナイスタッチ裏回転右サイド受け取り折り返しフォア入って、いやー浮いた、浮きました、惜しい、残り30、裏回転から送ったボールはちょっとボールが浮きました、回転がかかります、黄色です、預けて左へ持ち替えてから真ん中預け、振ったボール右サイド持ったボール縦を使いますが、ビヨンシがブロック、残りは30弱中央預けて右サイドゲット、折り返しフォアブロック、こぼれをボレーで打ってこれ流れます、惜しい、ダイレのシュート流れます、ラストワンプレーいきましょう、ラストプレー黄色です、ラストプレー持ち出してドリブル真ん中、わー行かせない、これずらして左持ち替えてから縦折り返し、わー浮いた、惜しい、行きましょう、ミックスの後半戦1試合目、引き続きこっちの中でよりボディーコンタクトだけなしでお願いします、シュートはどんなシュートでも OK です、間落とし後ろ持って赤チーム、振ったボールはブロックしてビブなしゲットです、うまく制しながら右サイド預け、タッチしたボール残してからシュートを見出してほしい、赤回収、赤でスリッサして右サイド、さあディフェンダー1枚だ、うまく対応したい、持ってから左サイド折り返しゴール前シュート、いやーポスト決まってない、がブロックして赤ゲット、持ち返して赤チーム、テレアだったか、ごめんテレアだったか、ごめんテレアだったビビナシから見ましょう、ビビナシから見ましょう、あざす、ブロックしたボールテレアだったビビナシボールから再開、持って左サイドずらします、あずいたボール引きつけながら中に送りたいか、あいやブロック、こうボールでも滑って大丈夫、持ち返して赤チームゲット、左サイド広げます、さあ赤チームこれで押し上げたら右サイド曲がります、左もあるぞ、さあ引きつけながら間通した、入った、いやオッケー、ナイスゴール、ここはよくダイレで合わせました、ナイスゴールゲット、真ん中でいきましょう、ビブナシからいきますよ、さあ1分経過でまずは 1-0 赤チーム、ビブナシです、ボールを持ちます、さあ動かして後ろ回ります、左サイドで預けました、持ち替えてみちょっとマイナスなんですが収まらないか、欲しいサイドから欲しい、赤
中です。預けて真ん中赤チーム、中央はブロックですがこぼれを蹴って赤チーム右へ振りました。残したボール赤チーム、下げて後ろ、左へ広げ、動き直して縦を使います。右から股抜きで右へ前動き出し、浮かせてからシュートにしたがこれ流れます。惜しい。当たってコーナーから行きましょう。1分半ほど経過します。さあ2戦目押し込みたい赤チーム、近いところはリスタート、戻して後ろ左サイド、前はブロック塞がれますが当ててもう1回コーナーで行きましょう。赤チームでリスタ振った、右サイド折り返し、ワーブロック、こぼれは流れます。うまく処理したいぞ。前からプレッシャー、当てたボールサイド行きます。赤です、下げます、長いボールはブロック、こぼれは跳ね返りキーパーゲットします。降りてくる左サイド赤チーム、持ち直してから縦が入った、タッチが伸びた、腰、赤チームキーパー次の形しましょうか。赤チーム次のキーパーでいきましょう。いや2分経過です。ビビナシーム1点返したい、ドリブルで前へ、ドリブルで前へ、持ち帰ってからヤーブロック、体を張りますが吸い込まれた。 OKOKOK これはディフレクションがあってコースに吸い込まれます。ナイスブロック、ナイスシュート、真ん中でしょう。1時3点、真ん中でしょう、赤チーム。さあ2分半ほど経過します。1対13点、赤です。預けて右、わーたっちはキーパー処理、こぼれはどうかな、入れ替わって赤ゲット、ディフェンダー1枚、左サイド預け、フォア動き出し、これ丁寧に使ってくる、やーっとミートしなかった、キーパーからで張ります。ナイスブロック。3分経過、残り3分、縦もらいます、落としてビビナシーム、後ろから間を浮きます、赤ゲット、持ち出し右サイド、ヤブロックからこぼれをゲット、左サイドドリブル、持ち出しから前へ運びたい、左サイドから中央、ボールが合わないか、うまく制してビビナシーム回収、間を出す、動かして右が、これ体を先に入れます。ナイスサイド。3分ちょい経過してます。1-1同点、左へナッチタッチ打って右サイドスペース、ガーブロック、キーパー対応、残します、が切れました、足サイドから赤でいきました、赤です、持ち帰り、ベシ入れ替わり、間左サイドへ、さあこれで前引っ張りたい、ドリブルから股抜き入った、スリーのペース、シュートはヤーポスト、欲しい、もう1回押し込みたい、2点目狙いたい、ガーこぼれた、ボール赤ゲット大丈夫、 OK 赤回収、さあ1対1勝負どこな、右サイドボール伸びましたが、これは流れる、キーパーからいきましょう。赤チームキーパー次の番号しましょうか。3人目いきましょう。4分経過、残り2分、ビブなしです、左預け、前ドリブル、運んだボール左サイド、さあライン上残しながら、しかしこれは入れ替えて回収、ポストになってから持ち直しをして、赤チーム送ったボールはブロックで当たります。右足鍵出して左サイド、浮き上げたボールはブロックして赤ゲット、さあ持ち出してドリブルから左右を見てから持ち出して、右サイドから折り返し、左からタッチはポスト、欲しい、こぼれゲットして赤、縦送ります、赤チーム戻して後ろ、シュートはいやーオッケー、ナイスゴール、左足振り抜きます、ナイスゴール、真ん中でした、いきますよ。残りは1分ちょっと、ここで赤チームが得点を重ねます。ビブナシから再開、見せると、さあ返しに行きたい、ビブナシチーム2点目取りに行きたい、前は赤ナイン、後ろ長いボール左ブロックして赤ゲット、前へ行かせない、赤ゲット、あずき右サイド縦ドリブル勝負、折り返しはブロック、こぼれ前にしますが、俺はブロックしてビブナシ、さあ前持ち出したい、うまくかわして1枚ナイス、縦預ける、反転前向く、さあ決めたい、ずらしが外れた、これホロがなかった、赤ゲット、ナイスボール、ボール持って右サイド、赤いシュー縦で使う、落として後ろ、シュートはやーブロック欲しい、ここはしっかりとシュートコースになります。残り30ほど、リスタして赤チーム、持って右サイド、間ブロック、続いてはブロック回収、持ち出してから真ん中ビューンシゲットです、シュートやーオーケー、ナイスゴール、また抜きシュートで2点目追いつきます。ナイスゴール、残り時間あとわずか、いきますよ。さあ残り時間あとわずか、両チームもう1点取りに行きたい、後半の1試合目、長いボールです、これはやーと残ったかな、だいぶ、いやいや残ってます、大丈夫、ラストワンプレーいきましょう。アラサボリビブナシです、持ちます、縦預け、うまく収める、ラストワンプレーです、左へ上がれて、さあスペースで3点目を決めて、降りて折り返し、どうだ、いやーポースト決めきれなかった、赤ゲット、さあ前運びたい、送った、ナイスターン、持ち出しから
ずらして左折り返し、いやーボスとこれもボスだ、決めきれない、ラストワンプレービブラシーム預けて右、うまく収めて前向く、縦も動きで左も広がり、持ち出してからドリブルで中央入ります、引きつけながら持ち替えてからシュートブロック、切れました惜しい。よいしょ、ミックスの2試合目です、お願いします。まずは右足からボールを持ちます、ドリブル運びながら縦ドリ抜いていきます、ガーボールが伸びました惜しい。まずは一つドリブル突破を図っていきます、赤から再開、預けて右サイド、ボールを持ってドリブル中央です、右振った折り返し戻し、左へ預けて赤チーム浮いたテンジャープレオンしますよ、テンジャープレオン、よし回収ブロック、赤ゲット、さあ続きますが赤ゲット、もう一回振って右サイド、まずは1点目狙う、シュートはブロック、こぼれでもう一回前に抜け出しですが、もうオールをキープを選択します、赤チーム後ろ持ちます、赤左へ広げ、前は流れたボールは残らず、キーパーボールを蹴りましょう、惜しい、右足です、左へ預けます、右足戻して後ろキーパーから間預け、前は塞がれるんでボールを持ち直して後ろへ、これで前上がってきます、縦を選択、右サイド持って間がナイスボール入って持ち替えてシュートを狙いたいがコースがないか、まだボールをキープしながらうまく打っていきたい、打っていきたいがブロック、もう一回打ったボールはブロック、キーパーディフェンダー対応、上げた、これでうまく逃げます、かわして左へ、前に抜け出し中央中継します、右も上がってきます、左へ広げ入った、折り返しにしたい、折り返したがマイナスだ惜しい、ランニングしましたがこれは残らずシュートは、いやーサイネット惜しい、1分半ほど経過します、ビブなしです、真ん中預けます、持ったボール持ち出し、右へ預けてドリブルで上がります、下げて後ろ持ち替え、ビブなしが後ろから長いボールは右へ、ずらしたボールはこれ当たらず最初に切れます惜しい、赤リッサ預けて右サイド、前も動きし長いボール狙います、ナイスタッチ入ります、ですがすぐディフェンダーが寄ってくる、これをキープして赤チーム下げて後ろから右へ抜けていきます、間が空いた、振り切って右サイドタッチで持ち出しからシュートは、ヤーキー場所目惜しい、ビブンシアすぐ右へ持ち出しからうまく角度を作りたい、持ち出して間は流れるからキーパー返し惜しい、赤チームゲット、預けて右サイド赤チーム持ち出しから上がりが戻るか、いやーナイスカット前へ抜けてきた、さあうまくフォローしたい、ビアシームシュートの下かな、いやオッケー、ここは振り抜きますサイドからキーパーチェンジしましょうか、赤チーム次のキーパー行きましょう、ありがとうございます、2分ちょい経過します、まずはビブなしチームがしっかりと振り抜いて1点をゲットします、赤チーム間ワーブロックナイスカット、こぼれをゲットですが前は狭いレイかな、うまく引き取ってから中央も顔を出す、これは流れたボール当たってボール赤でいきます、赤チームです、近いところ持ってから周りにいます、左はブロックこぼれ処理したい、赤回収、左預け持って真ん中経由から真ん中も顔を出す、左も上がるドリブルで運んでから縦はブロック、しかしこぼれを回収、赤チーム続きまで、いやビブナシが取った、さあ持ち出してビブナシの中央からドリブル運んでってちょっとボールが伸びたかな、うまく入れ替わりたい、ボールをキープしてビブナシ下げて後ろ持ち出してからシュートは、いやー右です惜しい、3分ちょいが経過します、赤です、動き出します、狙います、うわーどこだ、収まったボールはビブナシ返し惜しい、右サイド持ち出してドリブルビブナシ前からシュートはブラック、3分半ほど経過、ビブなしです、リスタ寄ってきます、入れ替え、これは切れました、もう1回ビブなしでいきましょう、縦は残ります、赤ゲット、さあこれで書き出して、いやー抜け出るとディフェンダー1枚だ、うまい、反転から前向く、さあ引き続けてディフェンダー1枚かわせましたと、すぐ寄りました、もう1回引き続きヒール、ブロック当たってビブなし回収、さあうまく逃げました、ビブなしもナイス、浮き球天井当たりますがプレーオンですよ、ボール持って赤チーム回収、持ち出しピントから、いやーブロック、ナイスキーパー、大丈夫、ナイスブロック、もう一回、いやーブロック、ナイスキーパー、赤チームキーパーチェンジしましょうか、赤チーム先キーパー変えましょう、ホイッスルでいきますよ、いきますよ、4分ちょい経過、赤です、引きつけます、狭いエリア当てて切ります、よし、ちょっと邪魔だね、赤後ろへ持ちます、下げて右サイド、あいだ、いやー惜しい、飛び込みますがここは決めきれず、惜しい惜しい、間ブロックして赤、
こぼれま、続いてボラーゲット回収。さあ、これで持ち出してからずらしますが、寄ってくるディフェンダー書き出して、ビューシゲット。さあ、持ち出して、左のスペースへ持ち出してから、2点目は、どうか出しかし前が上がらないか。サポートしたい。シュートは、ヤブロック、キーパーだよ。残り1分ちょい。さあ、2点目狙います。ビューシーも追加点を上げたいコーナーから。持ち出してから、キープします。取り返して赤ゲット。さあ、これでカウンター赤チームキーパー勝負です。そして、やー、オッケー、冷静。ガッツポーズあります。ナイスガール1点ゲッター。赤チーム、これで1点を返します。ナイスガール。残り1分弱。さあ、これで返して赤チーム1点ゲットです。ビビなしです。残りは30ちょい。ボール回したから、ミヤシーム前から狙ってるんで、一旦左サイド受け取ったボール地を持ってから右サイド。持ち出し、ミヤシーム浮かせたボール、触るかな、触ったボール。いやー。ディフェンダーもしっかりとプレスにかけます。赤チーム長いボール、どこのキーパーゲット、危ない危ない、ファンブルしましたがしっかりとゲットです。ビューシー、これで真ん中でもらう、引き取ったボールを前はいけないんで左も広がりますが、戻ってくるディフェンダー、これで動き直して縦は残ったかな、当たったボールは切れました。サイドからビューシーいきましょう。ビューシー近いところキープをしてからずらして前に入る、シュート、いやー惜しい、もう一回押し込みたい、押し込みたい、うまい、もう一回、いやー惜しい、うまく持ち出してシュートコースを作りました。しラストワンプレイいきましょう。ラストワンプレイ、ラストワンプレイ、長いボールです。ブロック、リブなしゲット、左サイド、ラストワンプレイ、前からプレッシャー入れ替わったぞ、赤ゲット、さあ決めて降りて、ラストワンプレイ、いやー正面だった、ビューシー回収、縦使う、左サイド、さあラストワンプレイ、右伸びたか、惜しい。ミックスの3試合目です。お願いします。まずは赤チームから左サイド、前はいけるかな、赤チーム預けて後ろ持ち替えてから間、預けてから左はいけない、ブロックして下げます、赤チームゲット、回収して赤チーム下げて後ろ左サイドから、前はどうかな、いけないんでボールを持ちます、預けて右サイド、また抜きで左へ、縦を使う、右サイドから中央中継、左へ上がる、折り返し落としてからシュート、いやー、オッケー、ナイスゴール。ここは細かいパスワーク決めていきます、赤チーム。さあ、まずは30秒と経過します。微分子からです、縦預け、左サイド預けて右サイド、寄ってくるディフェンダー、さあまずは1点返しに行きたいと、微分子チームです、持ちます、前持ち出してビブナシチーム、左サイドが入って折り返しのサイドに、どし赤です、長いボールは、いやーいいボール入った、反転前向く、引きつけてからシュート、やーブロック、ここはキーパー耐えた、これでもゲット、もう一回角度作って左サイド、これ決めなきゃ、オッケー、ナイスゴール、アイタッチありがとうございます。赤チームが1本ボール降りて決めてきます、ナイスゴール、ワンナイスゴール、ビューシーム、ありがとうございます。さあ1分ちょい経過して 2-0 にします。ビブナシです、持ち出してドリブル中央から細かくタッチをして抜けなく、水で折り返し、入ってもらう、ブロック欲しい、これキーパーゲット欲しい、赤回収、赤回して左サイド、ナイスカット、ブロック、こぼれをゲット、預けてからうまく止めたボール左へ振りますが、赤ブロック、前はいけない、これでは続いたボールはうまく処理したいが、赤チーム回収して左サイドです、ドリブルから間、これは濡れずにサイドへ切れます、赤下げます、長いボールはナイスです、がーこぼれて、俺ビューシーゲット、さあこれで持ち出し、ビューシームドリブル、あの時右サイド大きかった、こっち足、サイドから再開、赤チーム広げて右サイド上がってきます、長いボールです、入ります、折り返し、わー届かない、かしい、赤チームキーパーでいきましょうか、あざす、2分経過の4分、ビューシーム左へシュートはブロック、こぼれゲット、赤チーム寄ってくるんで下げてから後ろ左サイド持ち出し、ドリブルから右へ抜けていきますが、なります、欲しい、さあ左切ります、ビブナシです、近いところ歩きます、持ってからドリブル、縦を使う、さあスペースがあるぞ、勝負しかけたい、持ち出してからシュート、やぶらっ、欲しい、キーパーゲット、こぼれゲット、赤チーム右サイド上がらせる、縦を使う、タッチうまく反転、体を向き入れ替えて左サイド上がらせる、折り返しブロック、ビブナシゲット、長いボールで右サイド間にビブナシ回収、ずらしてから、あー前はいけない、欲しい、赤ゲット、長いボールです、ブロック、ビューシーゲット、もう一度ドリブル、ずらしてから前はいけないんでキープして下げます、もう一度して前、
ドリブルから手を気をつけてね。ボール持って三好、さあ後ろ右サイド中どうかな。さあ1点返した三好、打った左入った折り返し真ん中、いやーちょっと出たほしい、こぼれを処理したヤカチームゴール前です。うまく逃げない、またが抜けない、しかし入れ替わったボール、ビューシーゲット、入れ替わった、ナイスブロック、ビューシーシュート、いやーブロック、ナイスキーパーゲットです。 OK、 ここはキーパー取ります、ナイス、跳ね返したボール、いや入ったぞ、タッチをしてゴール前、そして左、いやー決めに行きたいか、いやー体張ります、赤チームナイス。3分ちょい経過、前から行きます、体気をつけてね、左下で赤ゲット、長いボールで送る、これもカバーし、ビューシー、さあこの猛攻で1点を取りたい、リベンジチーム OK、 ナイスゴール、ここで返します、1点目2対1、行きましょう、真ん中から3分半ほど経過、いきますよ、さあここで返します、ナイスゴール、赤チームです、浮き玉ですが、これはビューシーが回収します、預けて右サイド、ビブナシーム寄ってくるんで下げて後ろ、左タッチ真ん中ブロック、ナイスカット、こぼれを入れ替えてビューシーが取ります、入れ替えてビューシー、浮き玉で左が、これはブロックします、赤チームゲット、左丁寧にパス送ってボール、が伸びてほしい、赤チーム最後キーパーでいきましょう、次のキーパーいきましょう、赤チーム7の次だから9かな、ごめんなさい、お願いします、これキーパーいったら行こうか、キーパーいったら行こうか、キーパーいったら行こうか、赤チームのキーパーいったら行こう、ごめんなさい、オッケー、いきますよ、あたす、4分経過残り2分ほど、リーブなしから再開、あずけて中央ビューシーム、あいだフリックうまい、さあ2点目同点に追いつきたい、ガー惜しい、左サイドうまくつねてフィニッシュまで持ってきます、赤チームのキーパーから再開、残り1分半ほど、赤です浮かしてます、左サイドうまく収めたボール伸びましたがブロックしてビューシーゲット、さあ持ち出したボールは2枚目あげます、うまくブロックして赤チームうまく持ち出して左サイドドリブル持ち出して3枚でも攻撃仕留めに行きたいが、いやーオッケー、ナイスゴール、2でキーパーの足を抜きます、ナイスゴール、いきますよ、さあこれで赤チームが追加点3対1、右サイドゲット持ち出しからうまく止めます、間入った、いやー足に入った、もう一回、オッケーオッケーオッケー、危ない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 、オッケーオッケーオッケー、3対2取られたらすぐ取り返します、残り1分以上、上半だから、あざす、いきますよ、残りは1分、3対2、赤から再開、前からペチャうまく相手に抜けました、右サイド、フォアへ持ってきたい、ためてから、あいやー、合わないか、惜しい、さあ、クロスを赤チームはガンガンゴール前送っていきます、残り30ほど、リブなしです、右サイド、タッチ。引き付けたボール、赤が体を回収、ブロックしたボールサイドで切ります、リブナシーもサイドから赤チーム下げて後ろ、持ち替えたボールは前行けないか、続いたボールは流れます、もう一回上げと左振った、さあタッチしたボール赤チーム回収をして預けて右サイドゲット、折り返しブロック、ナイスカット、こう流れました、残り時間わずか、赤です、あいだブロック、ミュージゲット縦ブロック引っかかる、上げて左サイド食べてシュート、いやー惜しい、ラストワンプレーいきましょう、ラストプレー、長いボール左ブロック上げて、もうワンプレーいきましょうか、もうワンプレーいきます、もうワンプレーいきましょう、ラストワンプレー、ディフェンスです、ラストワンプレー、長いボール収め、体当てないよ、サイドに切ります、惜しい、よいしょ、実はラストマッチです、こっちの方も5分ほどのゲームで最後1本やっていきます、お願いします、いきましょう、さあまずは預けてビブナシーム赤ゲット、こぼれを返しビブナシーム中央預けて右手抜けた、いやーシュートは左押し、さあ本日ラストマッチです、いきましょう、赤チーム預けて左タッチ前から来るんで預けて中央です、長いボールはブロックわー切れてサイです、ボールブロックして赤ボールからいきましょう、あいや赤です、下げて後ろ、長いボールはブロック当たってコーナーです、赤チームです、引き取ります、下げて後ろ4枚からプレッシャーかかります、下げてキーパーまで戻しました、ゲット赤、長いボールはブロックは残らないよし、赤です、後ろへ、長いボールはいやー入った、ゴール前、さあサポートも来るぞ、右サイド気づきながら送って、オッケー、ナイスランニング、ここは一本赤チームが決めてきます、ナイスゴール、行きましょう、行きますよ、1分経過します、ビブラシです、右へ戻して左へ回って後ろ持ち出して右サイド立って中央、前はいけるかな、引き取ってから後ろ、前から来るんで V ターンでかわして縦すぐ寄ってきます、真ん中預け引き取ってから左へ展開、送って、いやー浮いたかわしい、赤チームキーパー次の番号しましょうか、次のキーパーでいきましょう、赤チームです、
1分半ちょい経過します。5分のゲーム最後、長いボールは胸で収める、ナイスですが、赤を一人でもう一回、またが抜けない、もう一回持ち出し、シュートはブロック、キーパーだよ、ナイスカット、これも赤がヘッドします。持ち直して赤チーム、ずらして前へ行きたいが、ディフェンダーはしっかりと握ってます。フォアへ展開、うまく収める、持ち替えてシュートコースはないか、ボール動かしながら狙います。送ったボールはヘディングで続きますが、ビューシャー引き取りました。ヒールで真ん中へ、前へ持ってきたいが右サイドブロック、これだ、ブロックして上げた、惜しい、赤回収、持ち出し、前へはいけない、ブロックしたボールはサイドへ切りました、サイドへ惜しい、2分経過、残り3分ほど、ビューシャーでした。さあゲディビューシャー前を囲みますか、俺赤ヘッドします、あー付けて真ん中を左サイド戻します、赤チーム引き付けながら、いやーとっきやった、オッケー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 、ニアを抜きます、ナイスゴール、2分半経過、真ん中から行きましょう、ここで赤チームが1点を追加します。ビューシーです、引き付けてから、またが抜けない、ブロックした赤、抜け出した赤チーム、3点目どうかな、左で送った、いやーポスト、これクロスバー決まっきれず、さあビューシゲット、さあ前へ持ち出したビューシーム、3分経過、残り2分、タッチ送って、はいだ、わー、おなか惜しい。さあ残り2分を切ります、赤チームから再開します。さあ返しに行きたいビューシーム、赤チーム後ろからボールを回して、さらに追加点を狙います。あいだ、いいボールだ、フリックうまいうまい、ガー流れるか、ナイスカバー、切れてボールコーナーから行きましょうか、コーナーボール行きましょうか、走り、さあ赤チームです、ゲートボール、よー、タッチを流す、惜しい、先にキーパーかりましょう、最後キーパーかりましょう、赤チームボールビューシーかりましょうか、はいよ、あざす、あざす、行きましょう、行きますよ、さあ残り1分半ほど、行きましょう、あー、次でビューシーム持ちます、さあ残り1分半ちょい、行きましょう、ビューシーム1点を返しに来たい、真ん中ポストだってフリックしたボールがゲット、持ち出して左サイドついてナイス返しよう、さあこれでキーパーをゲットしたボール伸びたぞ、うまく体気をつけて、オッケーブロックして赤持って、いやーオッケーオッケー、赤チームが得点を積み重ねます、ナイス、まだ、あ、ましょう、残り1分いきましょう、さあ返しておりたい、ベンシーまずは1点を取りたい、残り1分、ドリブルの前へシュートは当たってコーナーです、さあここで1点を取りたいと、コーナーからビューシーム、うまく合わせたい、先で後ろシュートはブロック、こぼれてもう1回、残り30ちょい、ナイスブロック、ゆかり赤ヘッド、持ち出し前から、まあ抜けたが、これビューシーがブロックで戻ってきます、気づいて後ろ左も降りてくる、縦はブロック、赤カバー、持ち出したボール赤キープし、右サイドは伸びますが、うまく収めました、折り返し入ったボールはこぼれてフォア、わー流れます、ラストワンプレイいきましょう、時間からラストワンプレイ、左へ振った、タッチ、ずらしから中どうかな、引きつけながら持ち替えて、手を出さないよ、ラストプレイ、下げて後ろ、わー流れて赤ゲット、さあ決めて降りたい、ラストプレイ、ずらし、ブロック、これなら回収、左広げ、さあ決めて降りたいが、いやーブロック、もう一回、どうだ、オッケー、本日もコサルのオープニャにお集まりいただきまして誠にありがとうございます。それでは本日一番盛り上げてくれた、頑張ってくれた MP、今月10月は2名様選出しております、まずは1名様、ミックスの方から、後ろからのロングボールだったりクロスだったりコンスタントにゴールを決めてうまい連携を見せてくれていました、今日は MP1 名様、あなたに、全然目線が合わないけど、あなたにしようと思います、おめでとうございます、何か一言言っておきますか、チャンネル登録と、高評価とベルマークのタップお願いします、チャンネル登録と高評価とベルマークのタップ皆さんお願いします、ありがとうございます、素晴らしいコメントありがとうございます、さらにもう一名様ガチの方から、細かい動き直しで、チオのドリブル突破ゴールと S してくれました、もう一名様ガチの方からエビ、今日はカープの新井選手、あなたにしようと思います、何か言ってこと言ってきますか、お願いします、お願いします、ありがとうございます